ゴムゴムラジオそこに当て込めるもんね。まあそうやろな、入れるんやろね。そうだね、そらそう。ゴム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 だけで、おお、ゴムゴムラジオいいですよ、今言った番が。いや、いやいやいや、エンターテイメントが。そうですか。もう石割さんが、2回編集してこれです。素晴らしい、すごい。いや、始まった感が。始まった感がね。めちゃめちゃかけてるやん、ここに。めちゃめちゃかけてる。はい、と頷いてました、ね。ちょっと作ってみたんですけど、って言ってデータ見してもらったんですけど、もうめちゃくちゃあるんですよ。半年分くらいあんちゃんもこれ。浮かんで浮かんでしょうがないでしょうね。いつ定着するんでしょうか、オープニングで。ゴグゴグラジオでございますけども。はい、はい。浜さん、いよいよ来月、うん、ちょうど1ヶ月後ですね、うん、12月の18日、はい、大阪の WW ホールで浜ちゃんの休日ライブという。ああ、そっか。そうなんですよ。なるほどね。で、明日からですね、うん、配信チケットの発売と。いうことになりますので、はいはい、ちょっと会場来れないよという方は明日から配信チケット買えますので、なるほどなるほど、はい、そちらもよろしくお願いしますという、でチケットの現在の状況が、はい、まあ、ちょっと残ってるか残ってないかわからないというぐらいの状況ですので、うん、一応まあまだ残ってるかもしれないので、なるほど、はい、来たい方はぜひ。いや、俺はもうガラガラやと思っててんけどな。いや、これがね、いや、ほんとメールもね、いただいてまして、うん、サーファーデンティストさんからですね、大阪国。このメンツやで、お前、ガラガラじゃないとおかしくない？ちょっとどういうこと？ちょっと違う違う違う。ちょっと待って。このメンツや。おかしい。ほとんど IKKO さんの言い方やで。ちょっとどういうこと？出てました、IKKO さん。出てた。いや、びっくりして。ちょっと待って。どういうこと、ちゃんどういうこと？どういうこと、浜ちゃん、これ。サワーデンティストさんから、皆さんこんばんは、浜ちゃんの休日ライブ当選しました。お、本当に嬉しすぎてこのメールを打ちながら手が震えております。死ぬ前に一度でもいいから浜田さんに会いたいと願い続けて、その夢が、今叶ったと思うと、もう言葉も出てきません。平日ですが仕事も早く上がらせてもらって会場に向かいます。マジですごく楽しみにしております。そんな仕事優先でいきましょうよ。いやいや、浜田さんに会いたい、生浜田さんをね。大阪支部構成猛烈に中途半端にイケメンさん、そういつもよく聞くな。覚えてくださってありがとうございます。浜田さん、井上さん、堤さん、ペンニーさん、こんばんは。今日は皆さんにご報告があります。この度猛烈は12月18日の浜ちゃんの休日のイベントに見事当選し、行かせていただく運びとなりました。人生の唯一の願いが叶いました。この喜び、おたけび、熱い気持ちを持って当日は楽しみたいと思います。皆さんもお体にはお気付けください。初回放送でステッカーいただいたので、あれ以来出ていないレアステッカーもしくは名刺を。なるほどね、なるほどね。浜田さんのお気持ちをよろしくお願いいたします。いやいや、もう当選したならおめでとうございます。おめでとうございます。なしということですね。大阪支部構成員、おもろいことは言えませんさん。あかんやん。いや、いいんですよ。いいんですよ。構成員の名前。浜田 CEO、井上さん、ドリアーズのお二人、こんばんは。毎週楽しく聞いています。これまで何かメールを送りたかったのですが、ラジオネームの通り何も面白いことが浮かばないので送れませんでしたが、今回初めてメールしました。浜ちゃんの休日ライブ先行チケット当選しました。おめでとう。今年はとことんついてない1年で、うん、犯罪に巻き込まれて被害者になったり、近所が火事になり、その消火活動の影響で家の中がびしょびしょになるも、全てが保険適用にならずにどでかい出費が必要になったりと散々でした。そのチケットが当たったことで1年をいい感じで締めることができそうです。皆さんのイベント楽しみにしています。このメール読んでもらえたら嬉しいですという。せか。あ、もう逆に。急に。かわいそうやん。いやー、立て続けに。急に年末になっていいこと送ってきたもん。急、なんか、全部返ってきてる。回収できてる。すごいな。そんなでもまあ、犯罪に巻き込まれて被害者になったりとか。いやいやいや。ね。じゃあ、こんなん嘘つかへんやろ。嘘つかないとね。おもろいこと言えませんって言い切って書いてますから。せやんな、そう、かわいい。真実なんでしょうね。ステッカーじゃないですので。いや、こういう感じでメールでたくさん当たりました。あ、ほんと。そう。送ってくださってて。なるほど。ええ。いよいよ1ヶ月後に。早い。確かに。早い。いや、ほんとだから、まあ、ラジオ聞いてるね、構成の皆さんもそうですけど、みんなやっぱゲラゲラ精神よっぽど会いたいんやなっていうね。ほんまやな。やっぱね。ギラギラ政治に会いたいんですか？そうでしょ。生で宇宙人。どこまでこう分かってんの？ギラギラ政治っていうのは。
まあだから宇宙人であるということぐらいでしょうね。宇宙人ちゃうやん、チャックあるんやから宇宙人。違います、あれ盲腸の後ですよ。どこから盲腸の後ができてるの。だから、ね、先生がもう笑けてもうて、ゲラゲラ性やから、こんなとこから切ってもうてるって言うて、だからお前が言うことちゃうねん。それはゲラ性本人が言わない。今日言ってないんでね。言ってたらあいつが言いますけど。じゃあお前イベントの時喋んなよ。俺らはゲラ星にいろいろ聞くけど、ね、お前喋んな。喋りませんよ、それあいつが全部答えますから。そりゃそうや、そりゃそうってことですからね、うん、それはあいつが、うん、そうじゃないと、そりゃそうです、今日はまあいてないのでね、まあまあ、それはしゃあないけど、ですけど、まあだからゲラ星も来たりとか、そうか、で、正義来たりとか、うん、そうか、まあ、あと大阪支部も、岩部もね、岩部ね、ああ、そうか、そうか、岩部も来たりとかしますから、うんうんうん、楽しみやな、楽しみやな、ここまで分かってんのかなと思って、休日見てる人はね、はい、あ、そうなんですよね。いや、だから、イベント自体が、浜田さんも、初めてと、うん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 、でこの間その笑いの日もあったじゃないですか、はい、TBS の、はい、でオープニングでダウンタウンさんこう喋って、はい、松本さんもおっしゃってましたけど、はい、その27時間テレビはお断りになられたんですよね、うん、いやまあそらまあもろもろねもろもろもろそらいろいろあって、うん、めちゃくちゃ断ったんですよね。めちゃくちゃ断り方にめちゃくちゃ、めちゃくちゃっていうのもどうかと思うけど、はいはいはい、断ったんでしょ、はいはい、でまあ一緒にねイベントさせてもらう僕言うのもあれですけど、うん、イベントは出んねやっていうね、いやありがたいですよ、我々はめちゃくちゃ、いやもうめちゃくちゃありがたいです、ありがたいです、一番は向こう側が思ってるでしょうからね、そうそうそう、で多分フジテレビの人は思ってると思うんですよ、うんうん、テレビ断るけどイベントはやんねやっていう現場が好きですね。リアルな現場主義。いやいやいや。そうやな。現場主義。事件は現場でな。この令和の時代にこの足で稼ぐタイプの汗かいて。いいですね。いいですね。汗かいていこうってことですね。そりゃそうです。はい、そうか。どうすんの、はい、みんな何時に入んの、いや、もう前日とか。え、イベントは月曜日か。イベント月曜日です。あ、そうか、そうか。はい、なんで何時に入りますかって言って、あ、じゃあ当日にってこと、当日にっていう感じですよね、はいはいはい、なるほどね、もう全然全然全然、もう休み前日とか前々日休みやったらもうその前から、まあ俺五分五分があるからね、ああそうなんですよね、入ってるからどっちして、ああじゃあ行きます行きます、で五分五分終わって、はい、全然行きますいや違う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 、いやいや、五分五分終わってからイベントやから、ああそういう流れで、そうそうそう、月曜日はね、どうやってそうしてますか、ああ行きます行きます行きます、どんな神経してるのね、全然、いやいや、いいんですよ、それ全然スケジュール合うんであれば、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかね、その辺もちょっと決めていかないかな、そうですね、うん、まあなるほど、でもそれラジオで言うこと、ラジオで言うことも、あの LINE しようかな思ったんですよみんなに、はい、いやそれでいいグループ LINE で何時に入る、別に今この場で言うことちゃうよ、まあ、明日会うしな思って、うん、でもラジオで聞いとこう思って、いや違う別に、うん、まあ、どうなんですか、飯の時に言うたらええだけの話しちゃう、だからどこに打ち上げ行くかも決めます場所場所全部スケジューリング言っちゃうもん、前も予約もしちゃうとかいいだろうし、そんなええよ今決めることちゃうねん全部親父の行動バレますよどこにおって俺らがいつ合流してバレますやんかどうやねえ親父、これは困ったもんですよ、何を言うとんねん、バレて困ることなんかない、バラしていこうって思ってるんですよ、バラしていこうと思ってる、別にバレて困ることなんかないやん、前もって決めていこうってこと言うよ、困ることなんかない、前もって決めんのええけど後でええやんかって言ってんねん、まあ、なんでこうオンエアに載せるのってこと、ね、バカなんじゃないのこの二人でしょ、この二人お前やで怒られてる、俺ちゃうで、お前やで、俺ちゃうから、俺が怒られてるってことはあなたも怒られてるから一緒だって飯と責任者も言う、責任者やから、もう俺のそう飯番まで言うたらダメよ、ね、そんな浜さん自己紹介お願いいたします、はい、ダウンタウンの浜田でございます、ライセンス井本です、ドリアンズ堤大輝です、ドリアンズのペニー俊介です、はい、以上のメンバーでお送りしていきます、ペニーさん曲お願いします、ちょっと寒くなりましたよね、急にね、急にね、急や、なんか秋ってどんぐらいやったっけとかなりません、ないよ、確かに、うん、ね、もう飛び越えたな、飛び越えてますね、一気にいったね、そんな一曲をお願いしました、はい、それではお聴きください、牧原の竜で冬が始まるよ、なるほど、何の正統派でいくの確かに急にストレート投げ出したなあ、ちょっとラジオ対して何があるわ、何があるラジオっぽくちょっと
それは正当派や。すいません、正当派。まあ、ええ歌やけど。この番組は、おいしいを握る、楽しいが回る、くら寿司。パチンコ&スロット、アミューズ。物流とは価値あるもの、アクシアロジ。AK レーシング。おかげさまで創業138年、ライオンケミカル株式会社。ジャパンクリエイトグループの提供でお送りいたします。ゴブゴブ、くら寿司会議！ありがとう！さて今週も始まりましたゴブゴブくら寿司会議、くら寿司がより素敵なお店になるようにですね、構成員の皆様たちとですね、我々で、メニューやサービスなど好き勝手考えるコーナーでございます。まあ、今回もですね、構成員の皆さんからたくさんのお便りありがとうございます。いただきました。ではまず早速ね、ちょっとお読みしたいなと思います。はいはい。岩手支部構成員なんだかウキウキさんからいただいております。どうしたんや。いや、なんで全部額面通り捉えんねやろ。面白いこと言われへん。構成の方は名前なんで、ね、あ、そうなんや。そういうとこ真面目。答えてくださるんですね、こういうね。浜さん、稲本さん、堤さん、平井さん、こんばんは。こんばんは。くら寿司さんについて、ちょっと気になったことを質問させてください。はい。この間、くら寿司さんに行ってきましたと。うん。揚げたてエビマヨ握り。うん。こちら140円なんですけども、うん、こちらシャリの上に熱々サクサクのエビ天が1本ずつ乗っていて、とても美味しくいっぱい食べましたが、うん、家族はエビの尻尾を食べないので、うん、そのエビの尻尾ですね、うん、をお皿に乗せたまま投入口に入れていいものなのか迷いました。なるほど。最終的にエビの尻尾は紙を絞りの上に乗せて帰りましたが、どうしたらよかったかなと思いました。くら寿司の方、教えていただけると助かります。なるほど。皆さんどうされてますか。まあ、揚げだけに限らへんのちゃう。普通のエビ頼んだ時も尻尾は残るじゃないですか。俺入れてたかな。俺も入れてるな。入れてるよね、そのまま、はい、皿と一緒に。皿と一緒に、はい、俺も入れてるですよね、うん、それでええのかどうかやんな。そうですよね。クラズの人は判断してくれない。もう多分大幅みんな流しね、皿入れてんじゃん。食べる人ももちろんね。あ、食べる人もおるよ、おるよ、うん、あ、わさびのな、確かにわさびの袋とかも。ああ、そうですね、うん、使い終わった後のね、うん、回答来ております。あ、来てんの。はい、うん、ご質問ご質問 あったのか。ありました。もっとなんか、ま、こんな感じじゃないんやな。攻め気合いするよね。あ、でこうでみたいな、ね、そうなんや。そうなんですよ、はいはい。なんだかウケクさんがやっていただいてるように、おしぼりの上やサイドメニューなどの食べ終えた容器に入れてもらえるとありがたいですと。あ、そうなんや。はい。なるほど。なるべく流さない方がいいってことやな、じゃあ。まあまあ、まあ、そうですね。サイドメニューのお皿流れないから、でかいからさ、あっちに置いといてくれて、置いといてくれってことですよね、多分。っていうと助かりますという。そしたらさ、テーブルの真ん中にさ、今、くら寿司さんってこう、収納ボックスみたいになってるやん。あ、はいはいはい。あの中にちっちゃいさ、こういう長方形の箱入れて、ビニールカブして、ゴミ箱みたいなの1個入れといてくれたら、みんな捨ててくれんじゃない、そこに。ああ、なるほど、なるほど。まあ、店員さんは片付けるときにその袋だけビュって回収して、新しいのかぶせたらいいから。なるほどね。はい、うん。これだいぶええこと言うてない？これはちょっと、兄貴、一回ちょっと上層部の方に。もちろんね。これだいぶええこと言ってた。会議に一回。会議に一回あげさせていただいて。はい、いいこと言ってないとも言ってました。はい。言ってたの？いいこと言ってないって言っときますんで。あ、言っといて。いや、でもサイドメニュー頼めへん人もおるわけよ。確かに。あ、もちろんそうですね。でもサイドメニュー置いといてくれ言われてもさ。はい、確かに。なあ、だからそっちの方がいい。そっちのゴミ箱がいいですよね。ちっちゃいゴミ箱があった方がいい。そうですよ、ね。わさびの袋とかそれこそ絶対出るわけじゃない。そうやね。まあそうです。そんなのポンって。それかもう左の方へ投げてくれとか。左の方に。いや、それ今日入りの時の浜田さんですよ。いや、なんでやねん。ティッシュね。ティッシュ。ノールックで。ノールックで後ろにブッ投げたよ。そこでカード取ってたよ。あれどういうシステムあれ何あれ。バスケのリバウンドぐらいね。ゴミ箱あったら素晴らしかったけど。なあ。じゃあ、そのゴミ箱の件、じゃあ、浜村さんがおっしゃったっていうことで。いや、俺やん。CEO が一応おっしゃったってことで、平井さん、じゃあ、それを。俺やん。行ってきます。はい。上に上げてお願いいたします。では、ちょっと商品券の方、いかがでしょうか、CEO。なんだかウキウキさんに、ね。ああ、そこ、処理の仕方っていうことっていう質問が来てます。ああ、まあまあ、じゃあ、500円ほど。ああ、なるほど。商品券上げてください。はい、じゃあ、500円。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。500円というか、1枚とかいう言い方。1枚。あ、そうですね。そうですね。1枚。1枚500円。はい。はい。さあ、そしてですね、続きましては、ちょっと募集中の、前回もありました、このくら寿司のキャッチフレーズ。おぉ。はい。こちらもですね、たくさん応募いただいてるんですよ。
くら寿司さんもいいんですか、キャッチフレーズ勝手にこっちがそんなどんどんやってるけど。いや、ありがたいって言って。で、親父、これね、この今回、このキャッチフレーズなんですけれども、まあ、くら寿司さんのご好意で、はい、来週と、その次の週の、この番組の提供クレジットに採用されるという。マジで？はい。で、ラジオ聞いてたら流れる。流れます。前回も聞いていただきました、この番組は、美味しいおにぎる。楽しいが回る、くら寿司みたいな。ああ、なるほどね。あそこが変わんねや。変わります。変わります。で、今回も新しいのも来てますので、はい、ちょっと選んでいただけたらなと。ちょっとご紹介したいと思います。北海道支部構成員、桐生一馬様からね、キャッチポイント。キャッチポイント、キャッチポイント何キャッチコピー。キャッチポイントって何キャッチコピー。どこで掴むかって。ちょっと待ってください。すいません。どういうこと、はい。誰かフライを。ちょっともうごめんなさい。噛みました。もうそれ以上は。キャッチコピーいきます。はい、桐生一馬さん。はい。その美味しさ、本物です。ね、確かに、まあ、いいですよね。まあまあね、芸かっこつけるな。じゃあ続いて、東京支部構成員、異次元の豚バラさんから。自慢のお寿司で、あなたの心も握ります。なるほどね。うん、ね、いいですよね。静岡支部構成員、ゴイチさんから。寿司、なら、蔵でしょ。どういうこと？どういうこと？寿司なら蔵でしょ。まあ、くら寿司さんなんでね。まあ、CM でも使いそうなこのフレーズ、リズムといい。お寿司なら蔵寿司。そうです。まあまあ、わかりやすく言えば、まあ、お寿司なら蔵寿司でしょ。うん、ちょっと、寿司なら蔵でしょ。うん、次行きましょう。ちゃうね。もう絶対奈良に引っかかってんの。もう分かってる。奈良入ってるやな。いや、そうやね。そうね。どういう使い方してるの？何を海ない剣入れとんねんと思ってるんでしょ？そう。で、愛知支部、構成員、グラハチさんからいただいてます。こちらちょっとね、リズムやテンポ、ペニーさんの腕にかかってますって言われてますので。まあ、リズム系ですね。くら寿司食って、楽しくって、嬉しくって、うふふ。もう楽しそう。あれ感情死んでませんもん。顔めちゃくちゃ死んでたよ。いや、でもそれはちゃんとした方が入れてくれるんですよ。ああ、それはね。そうじゃないですよ。まあ、リズムもその方に合わせて。うんうんうん、だからまあ、楽しそうやな。楽しそうですね。そういう人がやるとね。はい。プロがやると、ね。プロがやると、うんうん、僕がやるとちょっと。あれですけど。平井さんがやるとちょっとあれだったね、うん。ちょっとコメントでもセンスよく読んでいただけたらというので、ちょっとセンスなくすいません。すいませんね。あ、でもね、このキャッチコピー、応募してる、いただいたんですけど、うん、その中でちょっとくら寿司の川柳を考えましたっていう方が一人だけおられまして、そうなんです。はい、宝塚支部構成員、なゆたさん、うん、くら寿司で乳を抜いたよ皿の数。いただきました。いいじゃないですか。どうですか。ねえ、ちょっとええやん。おいしい、これいただきましたよ。子供の成長、成長が見れたということでした。毎回行ってて、うん、なんか多いお茶に乗ってそうやね。サラリーマン川柳的な。ええ、ね、やん、ね。これ才能ありでしょ、親父、これ。いや、才能ありじゃないやろ。これ才能はないですか？凡人。凡人。いや、俳句じゃないから。まあ、まあ、そうですね、川柳ですからね。はい、ええやん、でも。いいですよね。それぐらいか。まあまあまあ、こういった感じで結構。あとはちょっと、そういうのも募集したらええんちゃん。あ、くら寿司川柳？くら寿司川柳。あ、いいですね。めっちゃいいじゃないですか。うん、いいですね。で、絵、うん、のあったら、湯飲みの横に書いてほしい。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。あ、楽しい。お店のどっかに今週のなんとか川柳。あ、いいですね。はいはいはい、うん、要は、お寺とか神社の入り口に行くか、なんか書いてるじゃないですか。はいはい、なんか。いいですね。ええやん。ラジオの川柳をね、今週の、ラジオ。なるほど、確かに。ラジオで。わーっと並んでたら。あ、いいっすね。自分の中の名前と一緒に。いいね、あ、俺の乗ってるとか。見に行こうや、的な。ちょっとこれ一回会議で。ええやん。まあ、どういうこと？だからそれええヒントになったら、その子、はい、シールあげよう。おー、すごい。だから、商品券ももらえる。商品券も。何ですか？商品券とシールもと、そういうパターンもある。うん、ねえ。まあ、とはいえ、今回です。キャッチフレーズをちょっと決めないといけないので。まあ、なるほど。あと、親父と兄貴のところの手元にも、はい、まあ、こんな感じであるんで、はい、何か気になるのがあれば、うん、まあ、その中からでも選んでいただいても結構。いいなって言ってたのもありましたしね。前回のやつがやっぱ俺はちょっとなんか良かった、ね。身近なごちそうです。あ、それはそれは。あ、お母さん。お母さん。身近なごちそう。これはでもめちゃくちゃいいのよ。なあ。はい、じゃあ、これにしますか。これ身近なごちそうの後にくら寿司って入れんの？そうですね。はい、はいはいはい。この番組はですね。うん、あ、じゃあこれにしましょう。
じゃあこれにいきますか。これは全然良かったけど、ね。皆さん。兄貴もいいですか、じゃあこれ。いいですよ。これめちゃくちゃいい。はい。じゃあこれにしましょう。うん、はい。それでは、来週の、放送からしばらくの間ですね、くら寿司さんの、この番組の、提供クレジットはですね、東京支部の岡さん、身近なごちそう、くら寿司で、うん、行かせていただこうと思います。いいと思っております、ね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。なんなんこれ、へいへいへい、時には起こせよ、くら寿司。まあ、ムーブメントのとこをくら寿司に、呼んだっけ、これ一番最後に。あ、そっか。あ、そうやったっけ、はい、呼んではいますけど。引っかかりますよね、これ。引っかかりますよね。いや、引っかからへんかった。あ、こんなんあったんや。あ、そうですか。別にこれでもいいんですよ。いやいや、身近なご質問はいいです。はい。じゃあ、決定ということで。はい、岡さんの。ちなみにこちらの、はい、新しく呼んだ方にも、所有権をぜひとも差し上げていただきたいなと思うんですけども。あ、今日よ、今日よ、全部。はい。所有権何枚いきますか。さっきね、1枚とステッカーさっき、まあ、先ほどね、ナイタさんはお前別としても、それ以外の方もね、グラハテさんとかもいます。そんなに甘くないよね。お、え、お、初、おろろろろ、初、なんか出しゃええとか思われて、なんか、俺なんか、前回ちょっと俺おかしかったな。え、嘘でしょ、よう考えたらですか、よう考えたら。前回全員に出しすぎました。すげえ出したもん。もう全員にって言ってましたね。言ってたもん。言ってました。え、嘘、え、なるほど。ダメ？まあ、でもそれのおかげもあって、むちゃむちゃメール来ますけどね。じゃああげよう。あれがブレ。ああ、よかった。ありがとうございます。軸がブレブレ。ありがたい、ありがたい。いやー、ありがたかった。よかった、平井さんの一押しで。ありがとうございます。で、1枚ずつということで。1枚ずつ。はいはいはい。で、1枚ずつプレゼントさせていただこうと思っております。はい、さあ、というわけで、このコーナーでは、くら寿司に関するお便りを募集しています。くら寿司で食べてみたいメニューややってほしいサービスなど、くら寿司に関することなら、何でも送ってください。はい、このコーナーでメールをご紹介した構成員の方には、くら寿司のお食事券をプレゼントいたします。みんな持てるやん。はい、くら寿司のお食事券プレゼントしますってもはっきり言うてもらう。ほんとや、言うてもらう。いやいや、でもこれは兄貴 CEO の気持ちもありますんで、そりゃ急に「いやなし」っていうこと、そういう時もありますわか、ね、分かりますけど、はい、分かりました、言わないと。そうですね、じゃあちょっと全部言うてるで、メールをご紹介した構成員の方にはもう漏れなくなってバレてるバレてる、ちょっとしばりさんバレてるって、もう言わない方が良かったんだから、バレてるバレてる、はっきり言うてるね、漏れなくなってる、あ、すいません、申し訳ございません、時もありますということで、ありますということで、はい、じゃあ平井さん、メールアドレスお願いします。はい、ゴブゴブアットマーク MBS1179.com、 ゴブゴブアットマーク MBS1179.com。 そして、宛先は、こちらですね、はがき封書でも OK です。郵便番号 530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまで、たくさんのお便りをお待ちしてます。はい、ここでお知らせです。くら寿司では今日から極上マグロとノドグロフェアを開催中です。フェアするな。本フェアではですね、当社が長年にわたり、こだわり続け研究を重ねてきた熟成技術と、今年8月から新たに導入したフリジオ加工を施すことで、うまみを最大限に引き出したフリジオ熟成大トロやフリジオ熟成中トロなどの、マグロ商品をご用意いたしました。また肉厚炙りノドグロは、脂の乗りがいい大型サイズを厳選し、一晩かけて熟成させることでノドグロ本来のうまみを引き出しています。肉厚なので食べ応えも抜群です。ぜひくら寿司へお召し上がりください。はい、これも川柳もね、ほんまにちょっと送ってもらえますね。そうですね、はい、うん、これもステッカーもまたもらえるかもしれません、ね、もらえるかもしれない、はいはい、ぜひ皆様よろしくお願いします。はい、はい、以上ゴブゴブくら寿司会議でした。はい、ありがとう。お便りいきます。はい、はい、お願いします。ちょっと疑惑のメールでもいいですか。え、何ですか。疑惑のメールって意味が分かる。香川支部ラジオネームねいこがさんからです。21年前の辛かった時に、浜田さんの笑顔と共演者に手を添えて接する姿に私の心は救われました。浜田さんのおかげで今生きています。浜田さん、本当にありがとうございました。ずっと応援します。これご自身で送られてますよね。そういう意味の疑惑かいな。もう、そう、意味が分かれへん。いや、我々も、意味分からなかったんですよ。これどういうことやと、うん。なんでこんな急に、うん、その、今生きれてますみたいな、うん、その、なんかですね。えらいメッセージ性の強いメールが急に来たので。全然全然そんな、もう思いつくことないですから。でもなんかあったんちゃうか ?21 年前に。そこまでセットで考えてたんですか、メール送って。いや、違う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 。何もないですよ、みたいな。違うよ。急におかしいですもん、こんなテイスト。あれちゃうか。え、屋上のとこでなんか俺が急にバッとやめとけ
って押さえて荒れちゃうかな。え、そんな、なんかその、20、おったんすか、そんな上で。もうダメだみたいな思ってる人が聞いたことないな、そんなもう昔の刑事ドラマですよ。おい待て早まるぞなんで親父そこにおるの、そこに手出したの、何しに屋上行ったんですか、何しに行ったの、目的なんやろ、手を添えてって書いてある、いや違う違う俺もよう分からんや21年前ですよね、もうちょっと詳しくさ状況書いといてくれたらさ、はいはいはい、あーとか言うかも分からへんかったけど、ちょっとそれだけじゃ俺もそう何とも言われへんわ。21年前に手添えるっておったってことやからな。そうですよね、浜田さんの笑顔と共演者に手を添えて接する姿に私の心は救われました。だからテレビ見てってことですよね、親父が誰か共演者の人にこう手を、うん、ああそういうシーンを見たってか、そういうシーンを見たんですかね。あ、そうなの、テレビでそんな手添えることありますか、ないですよね、そんな添えるってね、誰と誰か間違えてんじゃないいやいやいや間違ってはへんやろうけど、まあ、ドラマとかかな、親父の、うん、うなんでもドラマやったらほら別にそれ演技の中でやった、まあまあそうっすね、じゃあ何気なくやった行動みたいなことでしょ、まあそんなん多いからな俺、そんなん多ないですやん、何かやねん共演者に暴力暴力暴力、ね、暴力パワハラ暴力でやってきてるんですから添えたの見たことないですもんなあいやちょっとすいません、それは僕ちょっと、いまいち覚えてないですね、本当に心救われたっていう、ね、まあでもすごいですね、そうなんですか、じゃあシールあげてください、優しいずるいずるいずるいいやそんなこと、そんなこと言いはんねやったらそれはもうシールあげてください、ずるいわちょ、まあ、ずるないやんか、ね、ほんでまた救われたみたいなメロコってくるもうシールをいただいて救われましたみたいな、もうずっとずっといなるやん、いや、まあそうよ、だからちょっとまあ本当はもうちょっと具体的にね、まあ本当はね、うん、書いていただければ、うん、まあ僕もちょっといろいろ返せたんですけど、まあ感謝のメールも、まあまあ今、うん、今思い出したのもあの時の屋上かなとは思ってますけどどん時の屋上かも分からないどの屋上かも分からないどこにいたのはいはいはい、千葉支部構成員、はい、イキリウサギさんからです、はい、皆さんこんばんは、ゴブゴブラジオいつも楽しく拝聴しております、まあうん、浜田さんにしばかれがちな堤さんへの質問です、え、俺、おー、はい、浜田さんにどつかれた時ついうっかりどつき返しそうになったことありますか、そらあるんちゃうかな、こいつは正直なところ皆さんの中でエピソードはもうお腹いっぱいなのでそろそろ昼ドラ並みにドロドロしたエピソードも欲しいです、なるほどな、なんすかこいつはあるんちゃうかな、ないやろそんなん、そんなんもうガーって意味がわからんことが起きるとそれはもう俺はただただ膝の上で拳を握って爪が白くなるぐらいグーッと握ってますよ。そこ手は出さない。ただもう膝の上でもうグッと拳を握って。そんなんだって理不尽にどつかれるとかないやん。うん、そうやん。いやそればっかりやん。いやないやん。それしかないやん。それはおかしいやん。そんなことないやん。あれ何じゃあ急にペットボトルのキャップでグーッと乳首グーッてやったりとか。乳首グーッてやったり。ペットボトルのキャップでグーッてやったりとか。ユーモアやんけジョークや。ジョークや。もう声の大きさの暴力。マジでこんな声出るんすか出る。マジで。結果発表の時は今の2倍出るから。いやいや、おかしいですもん。だってもう不条理なのばっかりですよ。あれはよう見るで。なんかあの、ソファー座ってて、はい、こう横向きに足が見る。はい。ドーンってくるやつ、ね。はい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 。あれはよう見る。なんていうの、はい、逆回し蹴りっていうね。あれはよう見る、うん、理由もなくでしょ、そうそう理由もなく、理由はある、あれはみんなでゴルフバー行って、はい、次待機の番やのに、はい、前の人が打ったら、はい、次お前やん、だからもう打ち終わってクラブ直しに行ったらもう立たなあかんやん、はい、でもどっしり構えて座ってはるから君の番だよっていう意味でやってるだけの話で、俺の認識が正しかったら君の番だよじゃないですか、お前やろ、自分も自分も2番忘れるよ2番の時だけ、本当は1番よ、順番1、2、3、4、3、4の時2番の時だけ自分忘れる、忘れんの、なんか知らんけど、浜田さん一番好きな数字してる、なんすか、2、なんで忘れたの、なんで忘れたの、じゃあ順番でこうジュングルジュングルやってて1番3番4番とかいけるんですか、2だけ忘れるんですよ、なんでか知らんけど、いやいやだからほら、うん、本番は別にそんなね、はい、怖くないよとかそういう感じのことで言っていこう本当は痛くないんだよ、そうそうそう、寸止めなんだよとか、お前らが言わないと世
のイメージが。でも、滝痛いんやろ。痛いよ。ちゃくちゃ痛いよ。ちゃくちゃ痛いやろ。ちゃくちゃ痛いよ。浜田さんじゃなかったら。もう、後輩やったらもうそれが。そうよ。うん、もうバン。もうだってもう浜田さんの後が残るんや。家帰っても。はい。おる。ナイキのウォッシュみたいにずっとここに浜田さん。胸元に浜田せえへんせえへん風呂入ろう思って見たら、はい、俺まだナイキおるやんあれまだ浜田さんおるやんせえへんそんなあれでも不思議じゃない、はい、なんか平井ってなくない確かにあ確かに、うん、これ俺はあるやんあります俺はなんかまあお前らを代表してみたいなんで行かれる時あるやん誰かが何かやってさ、はい、でバーンビンタされたとかさはあるやんあります確かにで分量で言うとさお前一番多いよそうっすねいやおかしいやいや開いないことはないよ別にやったりもするよでも、うん、まあ数が少ないっていうのはそうかも分かれへんな、まあはいはい、そうですよねだからあれそれはやっぱり平井がええ子やからですあっざますいつも感謝してますよ。皆さんも心がけてちゃんと相手は浜田さん。なんだ。ね、じゃあ俺と兄貴がもう違う方に行ってるよっていうことなんだ。行ってるよどうやな。やっぱそれだけやっぱ目つくってことは。もう口言ってもわからんからってことや。そういうこと。ですよね。違うな、お前がやらかして俺がどつかれることあるんやで。いや、もうそれはもうその責任者としてね。いや、なんだその課長代理みたいなやつ。でも隣におるのに俺すごい気になるのが、うん、例えばこれ横に並びになってて、うん、親父が、まあ、ペットボトルのお茶を飲み切ってるのに、うん、横におるのに気づかなかったでしょ。そうね。そういうのしょっちゅうやから。そういうのそれでも気づかない時もあるじゃん。で、待機水持ってきて。いや、でも平井は、うん、トイレ行くついでに俺の、はい、そのコップとかなくなったやろ、うん、水とかなくなったら、うん、もう、大丈夫ですかって言うから、うん、ああ、って言って、うん、あいつ持って行ってくれるわけ、ちゃんと。うん、で、新しいの持ってきてくれる。うん、いや、俺も。お前ないもん。してるよ。じゃあ、そういうとこやってるんですか。してる、してる。まあ、隣におるのに。してる、してる。ちゃんと、あいだー見て見て俺のことももっと見てよ浜田さんしてるよしてるよやないしてますやんしてますよ俺もしてないねんそれはあれお母さんと一緒いつもしてくれてるからもうわからんようになってんのと一緒子供がいつもいつもありがたみがありがたみがもうわけわからんなってるよそれはもういつもやってることがもう二人もやってるいつもやってることでで平井はたまにやるからそこがピカーッと光るだけでいややるやん平井でもいつもやるいつもやってるよ俺はいやいや平井がたまにやるから俺にも聞いていくもんあいつなんかいりますか俺も聞いてるでしょ聞いてるお前は横で足組んで携帯見てるよそんな後輩ダメでしょダメやってだからどつかれる言って親父と同じポーズしてるってからかあるあるありますよねお前やで気をつけるよそうですかちょっと考え方直してもらう遊んでる時にお前浜田さんに対する返しで一番多いのが、はい、なんすかやからそもそも気をつけるよいやもう絶対それマシマシやめっちゃ見るな、うん、足組んで携帯こうやって見てなんか話しかけられたら、うん、なんすかなんすかこれめっちゃ見ません見ますよね何も聞いたいやこれは怒られてもしゃあないと思うよ、うんね、理不尽に殴られてる時もあるけどこれはもうマシマシになってるいやいや、だからそれが積み重なって、ついつい攻撃してしまう。なるほど、なるほど。まあ、それ浜田さんにも限界はありますね、うん。そうそうそう。あ、それは愛情ですね。ここらでやっとかないと、みたいな、ね。なるほど、なるほど。で、対比に対する許容量の幅がもう狭まってるっていうだけですよね。うんうん、そういうこと、そういうこと。本当はもっと余裕。もっと余裕あるけど。で、お前それに対して、ギューって拳握ってるでしょそうよ。ただただ膝の上で拳を握ってるよ、俺は。なんでそんな仲悪いのに飯行ったらいつも隣同士座るの浜田さんも言え、対比こと座れや。ちょっと気付けていきますすいません気付けてくださいいや本当気にされてたんでねはいイキリウサギさんあ申し訳ございませんありがとうございますありがとうございます、はい、滝さんシールどうされますかあこれはもうあげましょう滝いいですかあこれいいですよこれいいですか1枚あげこれいいですかいやどうぞどうぞじゃあイキリウサギさんにシールを、差し上げまーす、はい、という感じでございますねまあ謎が解けたというはいよかったですうん番組ではメールをお待ちしております、はい、未来さん宛先お願いしますはい、メールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com そしてはがき封書でも OK です宛先は郵便番号 530-8304、
MBS ラジオゴブゴブラジオまで。番組名はくれぐれも間違えないように、はい、お願いします。大吉さん、はい、この番組は音声配信アプリラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式 X をチェックしてください。はい、というわけでお別れの時間です。うわ、早ない？今日早いです。もうこの時間ですから。もうこの時間ですからってどういうこと？足りてんの？足りてます。おー、ええ、めっちゃ早く感じた。早かったです。そんだけ楽しかったってことですね。そんなに笑ったっていうことですよね。楽しい時間の楽しい時間であっという間に体感はもうすごいですから。そういうのさ、面と向かって言えるのすごいよ。そういうことね、言われた方すごい恥ずかしいですよね。すごいよね。ちょっとさらけ出した感じありますよね。すごいな。すごいです。すごい楽しい時間でした。ありがとうございました。ここまでのお相手は来世篠本とドリアンズ鈴木大輝とドリアンズペニー翔介とダウンタウンの浜田でございました。また来週です。はい、ありがとう。さよなら。情緒。ちょうどいいな。